16回目でございまして、トラクションもですね、はい、だんだん分かってきちゃったんで、はい、こうなるとそのトラクションのどれだけ長く続けていけるか、うん、ということになると、はい、必要なことが分かっている。例の狭い範囲の低い回転のところをずっと使い続けるということは、カーブを曲がってる最中にギアチェンジしてる、はい、スーパースポーツは、はい、あのパワーシフトといって、うん、もうクラッチも何も触らずに上げたまんま、ただこうやっていくと勝手につながるんです。ブーブーブーということができちゃいます、はい、シフトダウンまでやってくれるし、はい、もうスーパーな、すごいですね、大変なスケットが出てきちゃって、これまあレースから来てるんですけどね、うんうん、中にはそういうことができるんだけど、まあ普通のオートバイはついてないので、それを含めて皆さんができるように、はい、琴美さんもできるように、今から練習をします。はい、ギアチェンジ、シフトアップを短い時間でショックが出ないようにやるというために、はい、まず大事なことは全部の動きをちっちゃく素早くやるということなんですね、はい、シフトアップ、ギアチェンジは、はい、まず加速してます。で次のギアを入れるときに一回スロットルを戻す、クラッチを切る、でギアを上げる、上げたらクラッチを離す、でそれからまた開ける。これを 0.3 秒ぐらいに全部やっちゃう、うん、丁寧な感じはするんだけど、うん、構造から言うとオートバイのミッションというのは、実は歯車同士を出したり入れたりしてるわけではなくて、うん、歯車は6速は全部回ってる、うん、この歯車の回ってるやつを、どっかお互いにこの間に大きな穴があって、凸と、うん、へこんだところにそれが入ることによってギアがつながることがあって、だいわゆるこのギアではない、そうじゃない他の大きなブロックが出たり入ったりして、なんでどうしてもスタートの時にニュートラからロー入れるとガシャンって言うでしょ、はい、あれしょうがないんです。力がかかってるかかってないでギア抜ける抜けないになってるんで、力が一瞬抜けた状態を作ってあげれば、はい、ギアはさっさと変わる。でそれを利用しているのがさっきのパワーシフトの電気をちょっと切るだけっていうなんですけど、自分の手足でもできます、はい、さあいいですか。じゃあ加速をしてます、はい、加速をしてます。はい、でギアチェンジするよって時に、はい、スロットルを全部戻さずにちょっとしか戻さないという間に、はい、その間に何やるかっていうと、はい、クラッチも、はい、ここまでが遊びで、この遊びからもうちょっとあと1ミリか5ミリかそんなにいかないの、このぐらいでも、はい、クラッチはいっぱいあってそのうちの1枚ぐらいはこれでも離れてる。それはショックが取れるだけで滑るけど、はい、別に完全に切れてる必要はない。でその瞬間にチェンジで入る前に当てといて、はい、離しといて、これを下から離してパーンってやんないで、うん、そうやると時間かかるので、次そうちょっと待ってる、その待ってる状態でクラッチを下がった瞬間にもうギアを上げちゃう、そうでもうこれすぐ離す、はい、でさっきのスロットルはちょっと戻したやつはもう開ける。短い時間のこと言ってるんでね、分かりにくいよね、頭ではなんとなく考えてもしょうがないんで、はい、まずはやってみる。はい、やってみます、はい、実践。さあね、できましたね、はい、はい、もう感覚でやっとこさっとこいやいやいや、
エンジンのトラクションを使ってカーブを曲がってる時に、うん、あのタイヤが地面にのめり込むぐらいグイーってやるとぐんぐん曲がるじゃない、うん、その一瞬の心地よさっていうのは分かるんですけど、そうでしょ、どっかこうワインディング行った時、ツーリング行った時に、うん、カーブのいろんなとこで使えるようになると、うん、これは面白いよね。確かに、なんか継続性を持ちたいです。そうそう、そう、ということ、うん、頭ではなんとなく分かってるんですけど、いざ体でやろうとするとなかなかまあ難しい。そうで、曲がってる最中の例の体幹をどこに持っていくか、はい、そうですね、重心がどうだっていうのをどっかで忘れるとまた、うん、ね、そうできなくなるでしょ。琴美さん、一番大事なのは、はい、そうやって余裕がなくなるからどれかが分かんなくなるわけ、うん、ってことはね、もうペースが高すぎるんですよ。うん、だそれをやっぱり自分の中でこれは絶対大丈夫っていうことを積み上げていくことが、うん、オートバイを楽しく安全に長く乗る秘訣なので、はい、このライレクも、まあ、1回目からずっといろいろやってるけど、はい、そのたびに実はリーンのとこだったりとかブレーキのとこだったりとか、うん、全部1回戻ってまたそれを確認してった方が本当はいいんですよね。はい、なんでまあ、これから一つこれでな山を越えたんだけど、うん、クリアしたい、うん、だけどいろんな意味で大事になることは基本ですね、うん、はい、基本に忠実に、はい、はい、